ラボーナを試みる、アレックス・オックス・レードイコール・チェンバレン。右足を軸足の後ろを通して、ボールを蹴ろうとしている。サッカーにおけるラボーナは、軸足の後ろを回って、蹴り足を交差させボールを蹴る技術である。このような方法でボールを蹴る理由はいくつかある。例えば、ゴール正面よりも、わずかに右側をゴールに向かって前進している、左利きのストライカーが、 右足のシュートでは威力あるいは正確性が十分ではないと感じたとき、より良いシュートを打つために、ラボーナを行う。また、左利きのウィンガーが競技場の右サイドでプレーしているとき、初めにターンすることなくクロスを送ることができる。ラボーナを行うと、ディフェンスの選手を混乱させることができることや、単に難しい技術を行うことで、 自身の能力を誇示する目的で行われることもある。リカルド・インファンテは、アルゼンチンのクラブである、エスティディアンテス・デ・ラ・プラタと CA ロサリオ・セントラルの試合において1948年に、ラボーナを初めて披露し、35メートル級のロングシュートを決めた。その後、サッカー雑誌、エル・グラフィコが、生徒の格好をしたインファンテを表紙にし、インファンテは、 学校をずる休みをしたという見出しをつけた。この時から、この技術は、ラボーナと呼ばれるようになった。1970年代、この技術は、単純に、クロスキックと呼ばれていた。試合中に、ラボーナを効果的に使うことでよく知られている選手としては、ディエゴ・マラドーナ、アルベルト・アクイラーニ、ナニ、デビッドダン、リカルド・クアレスマ、クリスティアーノ・ロナウド、アンヘル・ディ・マリア、 ロナウジーニョ、マリオ・バロテッリ、ダビド・ビジャ、ベスレー、スナイデル、ズラカン・イブラヒモビッチ、ルイス・スアレス、マティアス・ウルバーノ、ダビデ・モスカルデッリ、エデン・ワザール、エリクラメララである。ラボーナは単語で使われるダンスステップでもある。このステップの名前はサッカーのキックから取られた。ありがとうございます。